レンゲの花畑。俺がまだ5歳の時のこと。その頃はなんでそういうことが起きたのか全然わからなかったが、今考えるとその訳がわかるような気がする。そんなお話。父親の故郷は和歌山県。内陸の方で海はなかったけど、周囲には田んぼが多く、春になると、 レンゲの花が咲き乱れる素晴らしいところだった。休みを利用して久しぶりに帰郷したんだと思う。息子に故郷を見せたかったんだろう。折しも季節は春で、レンゲ草が田んぼ一面に広がっていた。写真もあるが、ここでの記憶は今でもありありと心に再現できるくらい、幼な心にとっては天国のような記憶だった。 ただ一つだけ、当時納得のいかなかったことを除いては、一面のレンゲ畑で、父方の叔父とおば、いとこと、四人で夢中で花を摘んだ。いとこは手先が器用だったので、腕輪を作ってくれたり、とにかく二人で大はしゃぎだった。そのうち、俺は広い蓮華畑を、真ん中の方まで、 花を積み歩いて回っていた。レンゲの花の蜜は甘いことも知った。遠くに、おじ、おば、いとこが見えるところまで来て、さすがに遠くまで来てしまったと思った。そして戻ろうと、両手いっぱいにレンゲ草を抱えて、来た道を引き返そうとした。ふと背後に目をやると、そこには、 さっきまでいなかったはずの人がいたんだ。詳細までは覚えていないが、青いワンピースを着た女性だった。ねえ僕、その花、お姉さんにくれるかなそう問いかけられた。俺は両手いっぱいの花のうち、半分だけその女性にあげたと記憶している。たくさん摘んだけど、全部渡してしまうのは、やっぱり惜しかったんだろう。 女性は、ありがとう。僕は一人かな。俺にそう尋ねた。首を縦に振って、一人だということをアピール。正直な話、そのお姉さんがあんまりにも綺麗だったんで、ガキだった俺は、その頃からこんな調子だった。お姉さんは、俺がどこから来たのか、歳はいくつだとか、 いろんなことを質問した。その人も手先が器用で、花の輪っかとかネックレスとかを作ってくれた。少し妙だったのは、お姉さんの匂いが、土のような湿った匂いがしていたことが子供心におかしいと思った。あっちへ行こうか。お姉さんは田んぼの真ん中にあるちょっとした木を指さし、 俺を促した。もちろん俺はウェルカムだった。お姉さんは俺の手をグイッと掴み、さっきとは違う力の込め方をした感じで、俺の手を引っ張っていった。その表現ぶりに、俺は驚いたんだろう。その手を振りほどこうと、上下に腕を振った。しかし、俺を引っ張る力はますます強くなり、 どんどん田んぼの木の方に向かって、お姉さんは進もうとする。おじさんに聞いてからにするから、手を離して。俺はそうお願いした。最初は聞いてくれなかったが、何度か訴えていると、しぶしぶ手を離し、解放してくれた。俺は、おじさんのいる土手へと、急いで走っていった。 おじさんとおばさんに今あったことの点末を話すと、とにかく家に戻ろうということになった。俺といとこはまだ遊び足りていないので少々ぐずったが、二人のあまりに真剣な様子に仕方なく家に戻った。おじさんはいとこにプリンを与え、俺の手を引いてまた外に出た。それからは、 おじさんと一緒に田んぼのあぜ道を歩いた。そういえば、あれからお姉さんは見当たらないけど、どこに行ったんだろう。そう思いながら、おじに手を引かれて、あぜ道を歩いた。向かう先は、さっきの木のあたり。その木の正体は、墓地だったんだ。田舎によくある2、二三個の墓地が固まっているような。 そんな感じのところだった。おじさんはどこから出したのか、線香に火をつけ、墓に備えて手を合わせた。俺も一緒になって手を合わせる。見てみると、墓の周りは、レンゲの花でいっぱいだった。ひときわ大きなレンゲの塊と、その輪っかが地面に半分だけ埋まっている。なあ、まるまるくん。 あのお姉さんは人間じゃないんだ。お化けだったんだよ。お前は連れて行かれそうになっていたんだ。おじさんはそう言うと、レンギ遊びは今日はもうダメだと言って、家に戻って行った。道すがら。本当にお化けなのあのお姉さん。そう聞いてみたが、おじさんは何も答えてくれなかった。 その日の晩は、父親も驚くぐらいのごちそうだった。夢中でたくさん食べて、お腹がいっぱいになって、寝た。今思えば、ごちそうを出すことで、その日のことを忘れさせようとしたんだと思う。眠っていると、夢の中にお姉さんが出てきた。お姉さんは、すごく悲しそうな顔で、またね、と、 夢の中で、俺に話しかけてきた。次の日は、花畑で遊ぶことはなかった。代わりにおじさんが、海に連れて行ってくれたから。死ぬほどシャレにならないってわけじゃないかもしれないけど、今思うと、不思議でちょっと物悲しい、子供の頃の思い出話。結局それ以降、レンゲ畑で遊ぶことはありませんでした。 今ではマンションが建ってしまいレンゲ畑は見る影もないそうですがあのお墓はまだそこにあるそうですとある下道今から3年前和歌山の白浜温泉に行った時の話をします。 11月ぐらいに友達4人とワイワイしながら車で行きました。行く道も楽しもうということで、高速道路は使わず、住んでいるところから来道を使っていくことに、全員大学進学を機に地方から来たやつばっかりだったので、それなりに楽しかったです。行きの道は特に迷うこともなく、温泉に到着して、 その日は一泊することになっていたので、朝まで騒いで、次の日の夕方まで眠っていました。さて、そろそろ帰ろうという頃になり、私はもう疲れていたし、夕方になっていたので、家のあたりに帰る頃には深夜になってしまうと思い、もう高速使おうや、そう提案しましたが、 他の三人はまだまだ元気が余っているらしく、結局下道で帰ることになりました。帰り道は行きとは違う道を使うことにしたらしく、全く見慣れない土地を私は助手席で地図を片手に格闘していました。違う道を使って帰ろうと言ったのは他の三人なのに。温泉街を抜けて2時間ぐらい経った頃でしょうか。 私たちの車は峠に差し掛かっていました。夜の8時頃で、あたりはもう真っ暗。正直疲れが来ていたので、それまではとても眠たかったですが、その峠はすごくくねっていて、車が揺れて、すっかり目が覚めてしまいました。そして峠を越えたあたり、おい、こっちの道どうよ 運転している友人がそう聞いてきます。地図を見ると、右の方から村を抜けていけるようだったので、そのことを告げ、車はその道を進んでいきました。それまでは舗装された綺麗な道でしたが、だんだんとあたりの様子が変わってきます。おい、こっちで会ってんのえらい寂しいところやな。後ろに座っている友人から声がします。 合ってる合ってる。でも、街灯とかもうちょっとあってもいいよな。そんなことを言いながら、車は進んでいきました。辺りは暗かったですが、ふと前の方を見ると、夜の8時頃だというのに、おじいさんが畑でクワを振っているのが見えました。こんな時間まで大変だな、とか思いながら、そのまま通り過ぎていきました。 さて、地図の通りに道をたどって、15分くらい経った頃でしょうか。なぜか、見覚えのある道のような気がしてきました。あれあれ運転している友人も、そう首をひねっています。それは他の友人たちも同じで、おいおい、地図係しっかりしろよ。 そう言われたりしました。私は途中で道を間違えたんだと思い、そのまま道を走らせる指示をしました。すると前方から先ほどのおじいさんが見えてきました。なあ、車止めてあのおじいさんに話聞こうや。ああ、そうだな。そして車を止めてもらい、窓を開けておじいさんを見たとき、ぼんやりと、 おじいさんの後方10メートルくらいに、人、人、人、二三十人くらいでしょうか。彼らは明かりを持っておらず、意識するまでは全く気がつきませんでした。そしてその全員がこちらを向いています。明らかに異常な光景でした。瞬間的に顔を前方に戻し、 話しかけるのをやめて、車を猛スピードで走らせます。他の友人たちにも見えていたらしく、本当に怖い思いをしたように、声も出ない様子でした。5分間は誰も喋らなかったと思います。その後は、どう帰ったのか覚えていませんが、車はさっきの道に戻ることはなく、ちゃんと家路に帰ることができました。 その後、特に何かあったというわけではありませんが、あの時の光景を思い出すと、今でも恐怖心が蘇ってきます。先生の話。先生はこの話をする前に、 話し終わったら、私の腕に注目。というように、意味不明なことを言った。以下、お話に出てくる私とは、先生のことです。私が中学生の頃に、和歌山にある友達の田舎に泊まりに行った。そこは遊ぶところに困らなくて、近くには海があり、山があり、とにかく自然でいっぱいだった。 1> 約一週間止まったんだけど、その時間が一瞬で過ぎたと思うくらいに楽しかった。いつもは夕方ぐらいには帰ってきたけど、最後の一日は少しでも思い出を残そうと夜まで海で遊んでいた。遊んでいた場所から宿泊していた家までは自転車で20分くらいだから、時間のことはあんまり気にしていなかった。 しかし夜の11時を過ぎ、さすがにそろそろ帰ろうということになった。私たちはそれぞれ自転車に乗り、友達が前で私が後ろからついていくという感じで自転車をこぎ出した。自転車をこぎ出してすぐに前を走っている友人が突然止まる。何か言った何も言ってないけど。 友人は首をかしげる。なら別にいいわ。再び前を向いて、私たちは自転車を漕ぎ出した。しかし一分も経たないうちに、また友達は自転車を止め、こう切り出した。お前、やっぱりなんか言ったでしょ何も言ってないわ。そもそもなんて聞こえたのなんか早口で、 〇〇はどこって繰り返して言った後、テレビの放送終了後みたいな、ザーって感じの音が聞こえた。〇〇はどこはともかく、ザーなんて声は出せないでしょう。それもそうだね。私たちは笑いながらも、さすがに2回も不思議なことが起こると怖くなり、横に並んで帰ることにした。 しばらく並んで自転車をこいでいて、友達がふっと後ろを向いた。なんとなくその顔を見てみたら、友達の顔が露骨なくらいに青くなっていく。私たちが使っていた道は、50メートルくらいの間隔でしか街灯がなく、明るい道とは言えなかった。明かりといえば、その街灯と月明かりぐらい。 その限られた光でも友達の顔が青くなっていくのがはっきりと分かった友達は叫び声を上げながら自転車を早く漕いだ私は状況が分からなかったが友達の異常な行動に恐怖を感じ訳も分からずそれを追いかけた友達は振り向きざまにもっと早く漕げ早く捕まれるぞ そんなことを叫んでいた。意味がわからなかったが、漠然と恐怖を感じた。私は懸命に自転車をこいだ。5分間くらい全力で走った後に、友達が後ろを向き、速度を落として自転車を止めた。私もつられて自転車を止めた。友人の顔色は元に戻っていた。私は、 さっきのことを聞いてみようと思った。なあなあ、一体何があったんだよ。お前がどんどん離れていくと思って、後ろを向いたら、お前の1メートルぐらい後ろに、白っぽい服を着たおばあさんが見えた。俺と目が合った途端、白っぽい服がみるみる茶色くなって、お前の顔をつかもうとして、手を振り回してたんだ。 お前、あと10センチぐらいで、顔つかまれるところだったぞ。私たちは泣きそうになりながら、急いで帰ることにした。再び自転車をこいで、2、3分くらい経った頃、私の自転車が、友達の自転車から、徐々に離れていることに気づいた。私は速度を落としたつもりはない。 友達がスピードを上げたわけでもない。横に並んでいたはずの友達と、徐々に離れていく。重さは特に感じないが、何か引っかかったのかと思い、後ろを見たが、何もない。同じペースで自転車を漕いでいる。だけど、少しずつ距離が離れていく。だんだん混乱してくる。 友達に何と伝えればいいのか全然わからない。ガシッ。何か金属音のような音が後ろから聞こえた。後ろを向いてもそこには暗闇が広がっているだけ。よく考えれば音は真後ろからではなく、後ろの下の方から聞こえた気がする。直感的に恐怖を感じながらも、 下の方に目を向けた瞬間、それは、いた。自転車のスタンドに手を引っ掛けて、引きずられていた。さっき友達が見たものに間違いない。白っぽい服を着たおばあさんだった。それと目が合った瞬間、着ている服が茶色く変色していく。目を離すことができない。 自転車を漕いでいることすら忘れてしまった。それは、スタンドにかけていた手を上に上げ、荷台の方へと手をかけた。そしてその手をさらに進め、サドルをつかむ。それがサドルに手をかけた瞬間、やっと私は叫び声とともに体が動いた。その手を振り払おうとしたとき、そいつは、 私の腕を掴んでいた。その手を見たとき、人差し指の爪だけが、他の指の爪よりも、一センチくらい長かったことに気がついた。しかし、そんなものを見ている余裕はない。私はその手を振り払う。その手に激痛が走り、その拍子に、自転車から転げ落ちてしまった。耳元で声がする。 〇〇か、〇〇はどこそして、ザーという音が聞こえた。いや、正確には、ザーという音ではなく、もっと大きな音。何かがたくさん落ちているような、爆発音にも近いような音。私はすぐに体勢を整え、全力で走って逃げた。 家までは150メートルくらい、自転車を拾っている余裕はなかった。その一部始終を見ていた友達も、叫びながら自転車をこいでいる。家に着いたとき、二人とも服が泥だらけだった。私は転んだが、友達の方に泥がついているのは明らかにおかしかった。 泣きながら友達の祖父母にそのことを伝えると、二人とも神妙な顔になっていた。どうやらその地域は戦時中都会の方から疎開をしてきた人が多かったらしい。田舎といってもいつ戦火に巻き込まれるかわからない。万が一のためにいくつか防空壕を作っていたらしい。しかし、 急いで作った防空壕のために強度はほとんどなくよく落盤事故を起こしていたそうだもしかしたら何かの拍子に防空壕に入って亡くなった人なのかもしれないね友達の祖母はそう言っていた先生はこの話を俺たちに聞かせてくれたそして話し終わると 自分の服の袖をめくり、俺たちに腕を見せた。腕を振り払った時、痛みが走ったって言ったけど、これがその時についた傷。そう言った先生の腕には、爪でひっかいたような傷が一本走っていた。あと、この話をした後に、この腕の部分にだけ、絶対鳥肌が立つんだよ。 話を聞いた俺たちに鳥肌が立つのはわかるけど、話をした本人がそうなるのはおかしくないかと思った。でも、でも先生の腕には確かに鳥肌が立っていた。それで話をしてくれた日に休んでいた奴がいたんだけど、次の時にそいつが俺も聞きたいって催促して、もう一度同じ話をしてもらったんだ。 やっぱり先生の腕には鳥肌が立っていた。さすがに2回も続くと本物だと思ってマジでビビったよ。先生はあの全力疾走の時にタイムを測ってたら世界新記録出たね。そうケラケラ笑いながらオチを付け加えてくれた。そのおかげで少しだけ恐怖心が和らいだ。 ヘビヌーマ、10年くらい前、大学でやってた活動の関係で、各県のお寺を回りながら、そこで子供たちを集めてもらい、紙芝居などをやっていたんだが、ある時、住職のご厚意で、和歌山県の観光に連れて行ってもらえることになり、俺を含めた部員は、一週間以上、各地のお寺に泊まっていたこともあり、 ストレスも溜まっていたので、ありがたくそのご行為に預からせてもらい、観光をすることに、温泉に行ったり、神社を見たりと、ゆっくり観光をしていたが、ヘビ沼という場所を訪れたとき、直感的に何かすごく嫌な予感がした。表現すると難しいのだが、その名前を聞いた時点で、 嫌な雰囲気というか悪い言霊のようなものを感じたんだ。俺の母親はとても霊感が強いのだが、俺自身はそういったものとは無縁の生活を送っていたので、なんとなく嫌な予感がしただけで、その時は特に気にすることもなく終わった。問題は地元に帰ってきてから起こった。帰ってきて二日目の朝、 うちの母親が、俺がいつも座っている椅子の異常に気づいた。何か赤い点のようなものがあるのだ。母親に、それ何と聞かれたが、普段の俺から察するに、夜中に食べたジャムか何かをそのままつけてしまったんだろうと考え、母親も俺の性格を知っているので、 まあそうなんだろうと納得した様子だった。ただ、なぜ椅子の背中についているのかだけは不思議そうにしていた。しかし翌日、俺は夏休みだったのに血相を変えた母親に起こされ、椅子についていたものがジャムではなかったことを理解した。椅子には明らかに 昨日よりも多い点が、しかも大きくついていた。そして形も見覚えのある形に。それは完全に乾いた後の血のつき方だった。上でも書いたが、母親は霊感が強くかなり焦っていたが、俺はこれでも信じることができなかった。というか、 怖くて信じたくなかった。もう一日待って、まだ何か起こるようだったら、手を打とうと決め、その日を終えた。そして次の日には、椅子に点はついておらず、俺は、やっぱり何かの間違いだろうと思い、やっぱり何かの間違いだろうと思い、起きてきた母親に、今日は何もないよ。 やっぱり勘違いだったみたい。そう話したが、母親の顔は晴れないどころか真っ青なままだった。どうしたのか聞いてみると、震えた声で答えた。それ何母親が指さした俺の T シャツには、はっきりと蛇の模様が浮かんでいた。母親は、 知り合いの霊能力者にすぐに電話を入れ、解決策を聞いたが、その方法はひどくシンプルで、椅子と俺に塩をかけておけ、というだけのものだった。その日は怖くて眠れなくなったが、その日以降、不可解な現象は一切起きなくなった。今でも俺は、自分には霊感はないと思っているが、あの日、 ヘビ沼で感じた嫌な予感。住職と別れた途端、俺に起きたことなのに、俺には発見できず、母親が発見した怪奇現象、それらが偶然だとは、未だに思えないんだ。 あれと呼ばれた不要図。私が子供の頃の話です。私の実家は和歌山県の山深い集落でした。ある夏の日に私が家族と出かけているうちに家に泥棒が入りました。家の中は荒らされ金目のものがいくつか持っていかれてしまいました。 家族は被害届を出しましたが、中でも祖母の取り乱し用は大変なもので、あれがない、あれがない、というように、上ごとのように繰り返し、神棚に、盗まれたものが無事に帰ってくることを毎日祈っていました。それから二三ヶ月が経った頃、警察から我が家に、 盗まれたものが見つかったという連絡が来ました。それは祖母があれと呼んでいた不要図という絵でした。その時は盗まれたものが帰ってくるということで子供の私はただ安心しただけでした。しかし大人になってから不要図が帰ってきた経緯を聞くと どうやら、ちょっと様子が変だったのです。警察が調べた話によると、この絵を盗んだ泥棒は、盗みの常習犯だったようで、よく県内の村や、町の大きな邸宅を狙って、空き巣を働いていたそうです。そして、空き巣で手に入れたものを、古物商などに売り払い、金を得ていました。 しかしこの泥棒は私の家に盗みに入った後はパッタリと盗みを働かなくなりました。それから少しして泥棒は急性心不全で亡くなり周囲の人間が異臭に気づいて警察に連絡しこの人物が盗みを働いていたことが分かったそうです。しかし私の家の不要図は 泥棒の家にはすでになく古物商の手に渡っていました。そこで警察は古物商に盗品の疑いがあるから持っている品物を調べさせてほしいと頼んだそうですが古物商はらを切り知らぬ存ぜぬと突っぱねたそうです。しかしそのやりとりをした晩に古物商の店は火事になり 美術品のほとんどは焼けてなくなってしまいました。しかしなぜか、私の家の不要図だけが無事に見つかり、また、古物商も人が変わったかのように、それが盗品であることを認めたというのです。にわかには信じられませんが、私の家には今もその不要図が残っています。